相撲界のことですけども、どうなんですかね、あれは。あれも難しい問題があるみたいですね。何が難しいですか。いろいろ、だから、貴乃花さんの考えがあって、それが相撲界全体の考えではないと、いうことでしょ。いや、もちろん組織に入ってんねんからね。うん、いわゆる八角理事長。理事長が一番頂点やと。ね。ほんだら、その、言ったら貴乃花は、下の人でしょ。いわゆる社長が八角で、まあ、いわゆる部長とかぐらいでしょ。そうですね。まあまあ、単純に言うと。巡業部長ですからね。ね。うん、ほんだら、なんで社長の言うこと聞けへんねんだ、首ちゃうの。ただ、この場合っていうのは、その前の話があって、北の海さんが理事長の時に、北の海さんは、貴乃花が次の理事長だみたいなことが若干あったらしいと。じゃあ選挙で決まんねやろ。いや、だけどそれはだから、北の海さんがそのまま、継ぐような形にしようかなと思っていたら、北の海さんが亡くなっちゃった。いやいや、まあ、それはそれでもうしゃあない。決まったことなんやから、そういうルールの中で基づいてやってるわけな、組織なんていうのは。ほんならそこが、いやいや、あのね、検察と警察間違ってたってね、そんなアホな話あらへんで。せやろ、自分が一回口に出したんだ。ただ、貴乃花親方は、絶対に、まあ、物を言わないわね、ほとんど。ほんなら全部言うなよね。なんていうの、講演会の人も言うてる。周りの人には言ってるみたいなことがね。それを言わしたらあかんのよ。貴乃花は、お前ら黙っといてくれと。俺が言うてないねんから物言うなって、そこまで徹底したらいいのに、その講演会の人も言うてるやんか、それはおかしいよと。まだ鷹の湯はもう喋ってない、鷹の花も喋ってない、講演会の人に全部やっぱり言わないでくれって、あの人が言わないとなんか言わしてるようになってるやん。そういうことになっちゃいますもんね。もう、そこは徹底してくれないと、どれがどうなのかわからへんわ。これもだから本当楽しみにお相撲を見ている人たちがいるわけですから。もうそんなんね、なんか横綱とね、言うたら高輪なんて戦いみたいになってんのやったら、もう一回相撲取ったらええねん、上がって土俵でね。白鵬と貴乃花がもっぺんちょっと稽古して相撲取ってくれたら、これね、ええよ。これでも勝てないでしょ。誰が。貴乃花は。もう勝てないやろな。絶対勝てないでしょ。もうか、思いっきり投げられるやろな。そう。だって、小泉純一郎さんが褒めたって言ったって、そうはいかないでしょ。足がね、ひどかった時にそうあったんですから、感動したっていう。そうは言われたって、もう勝てないでしょ。もう勝てないよな。ただ、徹底してほしいよね。言うたら講演会の、まあ、確かに上下関係決まってるわけですからね。決まってんねんから、ね。組織の中でね。ほんで、横綱はやめてんねん。もうそれは殴ったらいかんし、まあ、それは自分で分かったからやめはったわけやんか。そうですね。関係ないのは極集罪やんか。まあね、突然なんかモンゴル来て、モンゴルから来て、ちょこっと喋ってすぐ帰っちゃったみたいな。そうやな。何かね、妙なものがありますね。人がもう言うたらあかん言うこと、ほんならもう全部徹底して言わないでおこうって言って、で、なんか何やら部長が、巡業部長が何遍も言ったあるわけやんか、巡業部長ちゃうなんか。違う。なんやら、総務部長みたいな、ね。総務部長が言ったあって出られへんわけやろ。で、それをまた講演会が言うてんねんか。あんなん言ってね、テレビに映して、なんか貴乃花のね、追い詰めるようなことを言うって言うんだけど、行ったら中に入れて合わすぐらいは合わせたらええやんか。そうですよね。もうそれを門前払いしてるようなところを見せる言うたって、今マスコミが集まるの分かってんねんから、せやろ、だんだんそのためにやってるようなもんですもんね。せやろ、俺はほんまに言ってんねんもん。それはね、子供の使いやないねんからね、本当におかしいと思うね。まあ、せっかく盛り上がってきたまだ相撲でね。そうやんか。今年は稀勢の里でしたっけ、はいはい、日本人の横綱が久しぶりに出たというようなことがあって、相撲はこれからまだまだどんどん行くだろうという時に、こんなことになっちゃう。貴乃花は、一体その土俵に上がれるかどうかやな。そうなんでしょう。なんか、ね、一説によると精神的にっていうようなことも書いてありましたよね。そうやけどね、終わった後にすぐにね、勢いと相撲取ってんねんで、その時にまあまあ、巡業のあれやけど、勝ってるわけやんか、勝ってる言うたって、まあ、ああいうね、相撲やろうけど、しかし、貴乃花と、その、なんていうの、貴乃岩が十両になった時の映像が流れんねんけど、あの時に怪我してるのが流れんねん。ややこしいっちゅう。そうですね。あれは関係ない。あの怪我ちょっとややこしいですね。あの怪我はちゃう。そやろ、頭の怪我はそうかもしれない。でもまあ、頭っちゅうのはね、血出るし、あれぐらいの、うちの息子もそうやけど、レンガでガン割った時、両さってから、もう、歌わいな。誰なんですか。太郎やん。あ、いやいや、誰が塗ったんですか、それ。塗ったって、まあ、いいお医者さんやんか。あれぐらいのは、あんなもん。でもね、相撲取りはいつもぶつかってんねんで。まあ、
その精神的言うたってそれ終わった後に相撲を取ってんねんで、うん、今もでも早出てこない取られへん。その先のことでいろんなことがあってなんか精神的にというようなバランスを崩したみたいなことらしい。それはだからマスコミも悪いしその貴乃花も悪いわな、うん、追い詰めるように追い詰めるようになってんねんから、うん、それで、まあ、きっとやっぱり横綱が春回りが辞めたことに関して、うん、やっぱり気にしてるそりゃそうですよね同じ国のね。あそうかって気にしてる、うん、偉いで自分はそこまでね一生懸命やって横綱になったっていうのも分かるから、うん、うわあの人辞めさせたっていうのそれは精神的には自分がそうしてんのやろからしゃあないやんの、うん、自分とこの親方の言うこと聞いてるからやんなことなってんねんけどね、うん、どうなっていっちゃうんですよねこの相撲がね。いやもうなんか分からんわほんまに。もうとにかく早押してもらいたいよね国技やったら。これだってお正月場所っていうかあのね、うん、新年の場所はだってこれどうなっちゃうか分かんないですもんね。そらでも春の大阪場所はヤジばっかりでね、これむちゃくちゃ言われるでほんまに。大阪なんですね。大阪もむちゃくちゃやんか。大阪で俺この間白鵬がね、うん、いろいろ言われたやんか。はい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 。こんなもんこんだやで、なんか貴景勝も言われんちゃう、お前とことか言われんちゃうか、うん、かわいそうやん関係ない人が言われたら。そうですよね、ごく一部ですもんね、話した人がね。一部やってそんな。そう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 、早くすっきりしてほしいということなんでございますけど。とっきりちてね、とっきりちて。それではそれ何ですかそれ。あ、これはもうほっといてや。これはほっとけないでしょ。タイガー&ドラゴンという時に、はい、あの伊藤修子いう、はい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 、シュウコが俺の子供の役やったんやけど。そうだったんですか。ほんで俺がヤクザ役で、ほんでまあシュウコに、お前がそんなことされたらこいつこうやったらこうやって、うん、こいつのことこうやってそんでええな、お前もスッキリするやろって言うたら、うん、あいつがアドリブでトゥッキリトゥルって言うて、俺もう最低あんなやつがそんなん言う思えん、うん、トゥッキリトゥルって言うて、何言うとんねんこいつ。もうやっちゃで面白かったですよあのドラマね。